今回早朝にカヌーを体験するということで、カッカクダムのふもとに広がる吉田元気村に泊めていただくことができました。クラブハウスには食堂や売店、そして温泉などもあって、観光やドライブ、キャンプで訪れたらぜひ立ち寄りたい施設です。いらっしゃいませ。Every sunrise here with you, letting all the dreams we dream come true. 元気風呂ではジェットバスや泡風呂、サウナなどもあって、私も温泉にゆっくりと浸かって旅の疲れを癒しました。いただきます。食堂では名物にもなっているカッカクダムカレーをいただきます。受験シーズンにはお守りと限定ダムカードがついた合格ダムカレーが限定販売されるそうで、あっという間に売り切れになるほどの大人気なんだそうです。それにしても大自然の中で食べるカレーは美味しかった。そして今回泊まったのがこちらの6人用コテージ。寝室は木のぬくもりを感じられる2段のロフトになっていて、布団も用意されていました。そして地下には広いリビングとキッチンがあって、家族や友人と集まって団らんのひとときを楽しめます。リビングからウッドデッキに出れば川のせせらぎが聞こえてきて、さらに癒されるはず。9人用のコテージには薪ストーブが常設されていて、薪で暖が取れます。その他バーベキューができる炊事施設やピザ窯、そして体育館など、遊びを通じて自然に触れ理解し元気になる吉田元気村にぜひ足を運んでみてください。